ちょっとお兄ちゃん、朝帰りとか不良じゃん。信じらんないんだけど。何？いや、姫川さんのところにお邪魔してただけだ。別に変なことはない。男同士の友情を育んでたっていうなら、まあ。俺たちの父親は、愛の仇はもういない。俺は復讐を。もしも、あんた飲み会のさ、もしかしてあんたで別の店に行っただけだ。もう紛らわしいことしないでよ、このバカ。おやすみ。あいつら本当いいのかな。もういいのかな。普通に幸せになっても。お兄ちゃん朝ごはん食べる？ああ食べる。